幸子さん堀場さんん、はい、のの堀場はい日本維新の会、そして教育無償化を実現する会の会派を代表して質問をさせていただきます。総理、昨日から、あの漆間代議士、そして前原代議士と、わが会派は本当に教育無償化についてずっとこう議論をさせていただいているんですけれども、なぜこんだけ、これだけね、ずーっと教育無償化についてやり続けるか。それは 私たちは教育というのは、未来の日本の国力だと思っているからなんですね。で、今回、私たち大阪で高校の無償化に踏み切りました、まあ、それについては、漆間議員がえとやられていたかと思うんですけれども、これを大阪モデルと呼ばせていただく、これはキャップ制ですね、キャップがついているという形において特殊,が特殊性があります。 そして同様に東京都の方でも、教育の無償化に取り組むということが発表されました。こちらは実質無償化ということで、大阪は完全無償化、そして東京は実質無償化というところだと承知をしております。一方で、子どもの方から、この無償化について見たときに、子どもって結構、親のことをよく見ていて、うちの親はちょっとね、給料が若干よくて、所得制限が引っかか,かっちゃう。 所得制限のの上を行ってしまうので私は2人目だから私立はいけないかな、そういったふうに進路を考える中学校3年生は結構たくさんいらっしゃいます。ということは、子どもたちの進路選択において、学校が無償化かどうか、無償かどうかというのは、結構大きな問題になっていると思います。ここでですね、私たちは完全無償化を実現するためには、国でやるべきではないかということを申し上げておりますし、吉村知事や また小澤さん、小澤あごめんなさいあの東京都からもえっとそういった国でやっていくあの方がいいんじゃないかという要望が出ております。すみません小池さんですごめんなさい間違いました。<laughs> どうぞ続けてください。<laughs> すみません、はい、大変失礼いたしました。ありがとうございます。そしてこういったあの違いがあるんですけれどもこの違いについて総理はどのように お感じになられているか教えてください。内閣総理大臣岸田文雄君、えっと伊の方から、えー、大阪モデル、東京モデル、えー、こういったあの地方自治体のこの取り組みについてえっ、ー、と紹介がありましたがあのおっしゃるように各地域において。 この私立学校に通う、この生徒数とか割合とか学費とか、その実情に合わせて、さまざまな取り組みを行う、これ、国の支援に上乗せして、各自治体が努力をしている、こういった独自の支援は、これは評価すべきことだと思います。要はですね、これ、国と地方それぞれの取り組み、これが一体となって、 えー、この教育のまあ環境を良くしていく、まあ、こういった取り組みが重要だと基本的に考えています、えー、こうした国と地方があ一体となって教育負担の軽減があ図られるこういった結果につながるこれは望ましいものであると考えます堀場幸子さんはいありがとうございます望ましいんですだから進めたいとは思うんですけれども これ、地方の格差って結構出ておりまして、私あの、京都に住んでいるんですけれども、大阪が無償化をすると、京都の人はざわざわするんですよね、なんで京都はならないんだ、それは本当に多くの声、私は日本維新の会の議員ですので、頂戴しているんですけれども、こういった地域の格差が出ている、教育の格差が出ているということについて、総理はどのようにお感じか教えてください文部科学大臣、森山雅人君。 堀場議員ご指摘のとおり、私立高校の授業料の平均額や、私立高校に進学する生徒数やその割合が地域によって大きく異なることは我々も承知をしております。まあ、その地域の実情を踏まえ、大阪府や、そして東京都においては国の支援に上乗せして、独自の支援が行われているものであると承知をしております。文部科学省としては 教育の機会均衡を図るために基盤として行う国の支援と、それに上乗せして取り組まれる地方自治体の独自支援が一体となって、教育費負担の軽減が図られることが望ましいと考えており、まあ、具体的なその内容については、今後とも検討を進めていきたい、そんなふうに考えております堀場幸子さん。ありがとうございます。総理にお尋ねしていたので、ちょっと驚いたんですけれども、基盤は国がしています。 だから、その上にね、地方自治体の、まあ、思いによって、ざまな、まあ、えっと、まあ、他の施策とのバランスによって、もしくはお金によって、そういったものによって、地方の特色の一部でありますよっていうような形だと思うんです。でも、教育というのは、 国力になる国の力になるという観点から考えると、やっぱり教育機会というのは均等にあるべきだというふうに思いますし、国の基盤基盤は国がされている、その基盤を増やすという概念があればできることなんじゃないかなと思っておりますので、これについては引き続き頑張ってやっていきたいなと思っています。次にですね、大学の無償化についてご質問させていただきます。こども未来戦略に示されている3人目の無償化というのは、 20年後も維持されるのかなというのが私の質問です。というのは、これ、少子化対策でやります、なぜやるんですか聞いたら、いや、アンケートをしたら、3人欲しいなと思っている人が、埋めない理由は教育費なんだ、まあ多分そうでしょう。だから、大学3人目の人は漏れなく、一番上が無償になりますという仕組みです。私、今、子供が2人います。わー、大学が1人無償になるんだったら、もう1人作ろうかなとは思わないです。 それれでで恩恵を受けられるののは一番上の子なんですよねも,しもっと言うと、今、結婚しようかなと考えている人が、よし、じゃあ、大学3人産んだら1人無料になるんだったら、頑張って産もう、3人産もうという、なんかこう、モチベーションになるのかなって思うんですね。で、なぜかというと、この制度が、この子たちが大人になっても続くのかなと 思うんですそれを私たち日本維新の会、教育無償化を憲法に書き込みたいと言っているのは、どんな政権になってもしっかりと教育のこの約束したことを守られるようにやっていきたいと思って、まあ、主張しているところなんですが、この大学の3人目の無償化というものが、20年後も続くものなのかどうか、お願いいたします内閣総理大臣、岸田文雄君あのごし。ご指摘の子ども未来戦略の加速化プラン。うん うん、この施策、まあ、実現するにあたって、まあ、これも午前中から何度か説明させていただいておりますが、これ、安定的な財源を確保し,して、これを実現いたします、えー。この安定的財源に基づいて、高等教育費の負担軽減を進めるということでありますから、これ、今後、さらに充実するということは、当然考えていかなければなりませんが、現状より後退するということは、 ああこのあってはならならいと考えますこういった考え方に基づいて、安定財源をしっかり確保して、政策を持続してまいります堀場さ,しこさんではですね超、一番最初に生まれた子どもは、大学にもしくは他の学校に選択権があって行くことができる、でもうちの親はちょっとね、子どもにお金使うのあんまり好きじゃないんだよねって。 二人目、三人目はあまり使いたくないから、行けなくて断念しなきゃいけないっていう過程もあるかもしれないですよね。ということは、一番上の子だけがそのメリットを享受。私ちょっと妹なであので、言わせていただくと、一番上の子だけがだ、ありがとうございます。<laughs> <laughs> 一番上の子だけが、行ける選択権があるっていうのは、ちょっと妹としては納得がいかないところがあるんですが、それについて、教育機会の均等という観点からの、あの総理の、 ご所見をお願いします内閣総理大臣、岸田文雄君、えー、教育機会の、まあ、均等ということですが、まあ、いいおっしゃるような、えー、思いを持たれる方もおられるかと思いますが、これ、あの別にあの、今用意している、えー、支援策は、この、えー、一番上の方を優遇するとか、二番目を優遇するではなくて、同じ家計の中からこの子どもさんたち、 3人は学費が出ているわけであります。その家計全体をいかに支援をして、そして子どもたちの教育につなげていくか、こういった発想で用意をしているところであります。そういった発想を持った中で、この政策、どのように考えるかと、考えるべきではないかと思います。政府としては今申し上げた考え方に基づいて、政策を考えております。 堀場子さんそ,のそれってすごく総理が思う、その家族像ってめちゃくちゃいいご家庭だと思うんですよね、本当に、いや、うちは子供にはあまり教育に興味がないので、教育に、そうです、そうですあのあのお母さんとかお父さんとか、まあ、保護者の皆さんの考え方一つで、子供の未来が変わっちゃうんじゃないかなっていうことを懸念してるんですね。だったら やっぱり全員無償化にするという方向を、一歩ずつね、進めていただければいいんじゃないかな、これはもしかしたら第一歩かもしれないですけれども、高等教育を無償化していく、私たちも当然、それは後押しさせていただきたいと思ってますし、そっちをどう,どうにか目指していただいて、教育機会の均等というのは、一人一人の子どもにとってとっても重要なんだということをぜひあのお伝えをさせていただきたいなと思います。そしてあのこのまま子ども未来戦略、子ども未来戦略について質問させていただきます。 高校生の児童手当、まあ、高校生児童手当にするということはです、ね、扶養控除というのがどういうふうになるのかというご説明を総理の方からお願いします内閣総理大臣、岸田文雄君あの高校生の扶養控除については、これ、昨年末の与党税制調査会においてえ、高校生を持つ世帯では、 中学までの子どもを持つ世帯と比べて、教育費等の負担が重い状況がある。その一方、例えば、習い事や塾のような補習教育については、高所得者ほど多くの金額を費やしている、まあ、こういった状況が見られる、こういったことが議論されました。まあ、こうした議論を踏まえて、政府としては、高校生の扶養控除について、高校生時代に支給される児童手当と合わせて、 てての子育て世帯に対すする実質的な支援これは拡充をいたしますその上で、低所得者、高所得者に対する支援の差が大きくならないように、所得階層間の支援の平準化を図るように見直す方針を、税制改正大綱においてお示しをし、令和7年度、 税制改正において最終的な結論、えー、これを得てまいりたいと思いいます幸子さんは工場、ね<う>はい、が縮小するというのは、あの本当にあの増税というか、税金払うものが増えるということもありますし、払って、そしてなんかくれるということを、うん、まあやる、その回転をさせるということだと思うんですけど、であるならば、私はあの扶養控除っていう仕組みはいい仕組みだなと。 ちょっと思っているので、これについては令和7年に結論が出るということなので、引き続き議論の方をさせていただきたいなと思っています、まあ、縮小の方向ということで、お話をさせていただきました。ちょっと男性育休についてもやりたかったんですけれども、ちょっとそれを飛ばさせていただきまして、WPS についてやらせていただきたいなと思います。 これ、G7 の広島サミットの中でですね、WPS 的な視点を盛り込んでや,やられていくという方向を、あの岸田総理があのしっかりと示してくださっていると思っているんですが、その,、まあ、の WPS 的な視点というものは、どのようにお考えか、お聞かせください内閣総理大臣、岸田文雄君、WPS、えー・女性平和安全保障、えー、このいわゆるこの WPS は、 女性を重要な政策の担い手として位置づける、わやこの安全保障における女性の役割を能動的に捉える、こうした考え方であると承知していますが、昨年のこの G7 広島サミットの首脳コミュニケにおいても、WBS アジェンダの前進、実施、そして強化、これをコミットいたしました。さらに言うと 我が国が重視する防衛、防災分野、ここにおいても WPS の適用、G7、首脳コミュニケにおいて初めて言及された、これも特筆すべきことであります。我が国として、この国際的な協力、地球規模の課題に対する取り組み、こうした取り組みの中で、 重視すべき一つの大きなあこの理念であると認識をしておりますオリバーサシコさんではあの、なぜ女性というカテゴリーに所属をしていると、平和を目指したり、安全保障上、今と違う、男性と違うふうな、まあ、目線を持つことができるというふうに考えているのか、教えてください内閣総理大臣、岸田文雄君。はいそ、えー、そもそも、えー、従来 この安全保障の分野等においては、女性の参画、これが遅れていた、こういったことがあります。そしてそのことによって、女性の視点、あるいは平和における女性的な感覚、こういったものが十分反映されてこなかった、こういったことがあったと思います。先ほどは我が国においては防災におおいいてて防災も 重要な分野であると申し上げましたが、防災、まさに今、能登半島地震のこの避難所においても、女性の視点がこの十分か、これについて改めて指摘がされて、政府においてもこのアンケート等を通じて、この環境整備に努めている、こういったことであったと思います。従来の状況を えより前進させなければならない、まあ、これがこの平和とあの、えーと、この平和安全保障、さらには防災、こういった分,に分野において、WPS、重要だとおされるゆえんであると考えます堀場幸子さん。あの私、一応、多分女性という、まあ、あのカテゴリーに所属してるんですけれども、女性の敵は女性なんじゃないかなって思うときがあるんですね。 WPS の女性の視点とか、女性だけ、女性が持つなんか固有の視点というものが、私は実はそんなに、なんか特あの女性だから持っているというものはないんじゃないかなというふうに思うんですはい内閣,内閣総理大臣岸田文雄君、岸 <laughs> そうそう、多くなかったんじゃないかという委員、まあの,あの意見を聞いて思い、えー、出しましたが、要はこの分野においては、 特に女性をはじめがこの弱い立場であり、この被害、被害者の立場に立つことが従来は多かった、こういった分野であるからこそ、この WPS、こういった分野において重要だ、こういった議論もあったと記憶しております。 そそれれでですすが欲しかったんです <laughs> あの被害者の方に立つ、被害者側が多いということですね、戦争被害は女性であったり、子どもっていうのは、どうしても被害者が多い、その被害者側の視点から見なきゃいけないんじゃないかなっていうのが、WPS の最初だったというふうに理解をしてますし、私はこのこの間のサミットのときに、男女共同参画の担当大臣が小倉大臣で男性でした、でそのときにまあ世界各国のまあ多くの女性の方々から批判を受けた と思いますなぜ日本は女性ではなくて男性なんだと、女性活躍というのは女性じゃないのかということをご批判を受けたと思うんですが、私はそのときに小倉大臣に質疑でも言いました、WPS 的な視点を持っている男性であっても、リーダーがちゃんとそういう視点を持っていればいいんじゃないかと、私は思っているのであの、しっかりと女性のことを理解してあの、しんどい人の方に立った政治をやってくださいというようなことをまあ言わせていただいたんですけれども、今までの、 こう女性だから政治家は何人作らなきゃいけないとかっていうことではなくて、女性独自の視点とかっていう、なんか生まれ持った母性とか、そういうものではなくて、被害に遭っている人にが多くいるので、そういった視点でやれるんじゃないかということだと理解をしています。では、あの上川大臣にお尋ねします、WPS 的な視点で、まあ、日本の外交というものを変えていかれるというふうに承知をしているんですけれども、一体上川外交では何が変わるのか教えてください。外務大臣 上川陽子さん WPS につきまして、大変熱心にご協力いただき、本当にありがとうございますあの。今日でありますが、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が重大な挑戦にさらされている中であります、すべての人が平和と安定、繁栄を享受できるように、我が国は人間の安全保障、 など人間中心の外交を進めているところであります、まあ、その中におきまして、この女性と平和、そして安全保障、いわゆる WPS の位置づけというものをしっかりと定めて外交努力をしていく必要があるというふうに考えているところであります。あの今のお話にちょっとプラスさせていただきたいと思いますが、まあ、いわゆる WPS は、 これまで女性や女児の保護や救済というところに焦点を当てて取り組んできた今までの時代の流れに加えて、女性自身が自ら指導的立場に立って、そしてこうした紛争の予防や、また復興、平和構築に参画をすると、この要素が併せ持たれているところがポイントであるというふうに思います。より持続可能な平和を実現するたために女性もまた男性ももま男 さまざまな視点で多様性を持って、法制性のある社会を実現していくための極めて重要なツールではないか、これは2000年に国連の安保理におきまして、この WPS が決議されて以来、10本の決議が束になって今、WPS アジェンダという形で進行しているわけでありますが、そうしたあの姿勢にご理解をいただく皆様に、 まあ、広く参加をしていただきながら、この実現に向けて、外交の中でも、えー、運動をしていきたいと、こんな思いで今、活動しているところであります。私自身、9月の,あの首相、えー、あの就任以来、バイ・マルチを問わず、さまざまな機会に WPS の重要性につきまして、発信をしてまいりました。また、WPS プラスイノベーションと称しまして、さまざまなステークホルダーとの対話を重ねてまいりました。 これには女性の視点も、男性の視点もの中での捉え方ということについても議論をしているところであります。まあ、あの年少には欧州訪問をいたしまして、ウクライナにおきましては、女性と子どもたちへのあ脆弱な立場にある子どもたち、支援の現場を視察をいたしまして、現地のニーズについても意見交換もしてきたところであります。 こうした WPS を柱の一つに組み込んだ北欧外交イニシアティブ、これも発表をさせていただきました。米国訪問におきましても、米議連関係者、また専門家、また国務省関係者等と意見交換をいたしまして、両国の間でも連携をしていくということについて、確認をしたところでございます。改めて、 さまざまな場合の会談、マルチの会談を通しまして、WPS の推進の重要性ということを確認してきているところでございます。1月29日に まあ外務省におきまして、分野横断的な連携をしようということで、省内に WPS タスクフォース、これを立ち上げさせていただきました。まあ、中におきましてもいろんな取り組みをしておりますが、欲くしでしっかりと取り組んでいかないと、バラバラな施策では力のある成果が上がらないとこう考えて、今、精力的に取り組んでいるところであります。そしてそういう中におきまして、例えば国際機関等を通じまして、例えば中東や、 あるいはアフリカ諸国、アジア等の紛争影響国におきましては、性的暴力の被害者の保護において、また女性のエンパワーメントに資する支援をもうすでに実施をしている、それをこの WPS という多くのプラットフォームの中でしっかりと位置づけながら、さらにその力を発揮していくことが必要ではないか。 また、あのタスクフォースを活用しながら、緊急支援から復興に至るすべてのフェーズにおきまして、WPS の考え方を積極的に取り入れるべく、外交活動および支援を強化していくところであります。その際、日本としては、この防災や災害対応、こうした分野についての知見をしっかりと踏まえ、この WPS の強化、そして主流化に向けて、人間中心の外交の柱の一つとして推進してまいりたいと考えております。 堀場幸子さん。 ありがとうございます熱い思いを持って、この WPS に取り組んでいただいているというのはよく分かったんですけれども、やっぱり一番重要なことは横串なんだということだと思います。だから私たちはこの日本のこの政治の中でも、こういった視点を取り入れた横串的な政策をやってほしいなと思っているところなんですね。なので私はこう何度も何度もあの男女共同参画局の担当大臣の皆様に、大臣所信をされるたびに質問をしているんですけれども、そういった視点っていうものをどのように持っていくのか。 政治に向かうまあなんか姿勢の変化だと思いますので、そういったものをしっかりと日本の国内の政治においても実現するべきじゃないかなと思っています。確かに日本のの国内はは紛争地帯ででないので こう小さな子どもたちが目の前で殺されてしまうとか、そういった非常にあの心が痛ましい事件というのはない少ないですけれども、それでもやはり性被害であったり、DV であったり、さまざまな分野において、この WPS 的な考え方、そして困っている、先ほどあの総理がおっしゃっていた能の登ののの半島の地震の災害救援所もそうですけれども、さまざまなところでこの視点というものを持つんだ、これは男性も女性も問わないで持つんだということだと思うんですね。 加藤大臣にお尋ねしたいと思います。今までの、えー、女性版骨太の方針、これに WPS については2023年でも3行しか書かれてないんですね。で、えっと、これだけこう、あのー、今までのフェミニズムが違う、女性がもう自分たちがこう権利を主張して、なんかこうね、あのー、こう外見について何か言われたら、それをなんであの文句言わないんだって、女性が女性をね、 <laughs> ディスるというか、そういったその女性同士の戦いではなくて、もっと違う女性が、もっとまっすぐ自分の行きたい道を行くことができるんだよねっていうものにしてほしいんですけれども、その今までとの視点というものが違うと思います、これが変われば、どういうふうにあの骨太の方針というのが変わっていくのか、そういった思いについてお尋ねしたいと思います。国務大臣 加藤鮎子さん。お答えを申し上げます。 あの骨太の方針自体がどのように変わっていくのかということを具体的にあの申し上げることは今、控えさせていただきますけれども、先ほど来の答弁にもございますように、女性ならではとか、女性であるからこそということだけではなくて、それまで経験していること、またあのその 女性のこれまで生きてきた社会のコンテキストとか、そういったものから経験したことをしっかり生かしながら弱者であったり、また被害に遭った方々に対して、えー 共感であったり、理解を示していきながら、政策に当たっていくということが重要だと思っております。その目線でいえば、そういった経験を持っている当事者たる女性が、まあ、多く意思決定の場面に参画するということも非常に大事であって、これは政治の世界であったり、また民間、あらゆる分野において、女性の参画が進んでいくということが重要であるというふうに考えております。 堀場幸子さん、えっと、女性版骨太の方針には特に影響がないというお答えでいいですか国務大臣、加藤子さん、えー、女性活躍や男女共同参画をしっかり進めている岸田内閣にあっては、女性版骨太にもしっかりとその目線を入れ込んでいくということが寛容だと思っており、積極的に進めていきたいというふうに思っております。 堀場さ,しこさん国の政治の中に、WPS 的な視点をあの、女性だから活躍するんだよっていう、こう簡単な枠組みではなくて、しっかりと傷ついたり、しんどい思いをした、そちら側にの視点でやるんだよっていうことだと私は思うんですね。さっき私は教育の無償化の話をしたときも、中学校3年生から見たときには、無償化というものが結構大きな、 ものなんだよということをお話ししました、自分の人生を選択する上で、いや、親がお金、微妙なところで引っかかっちゃって、うち、あの学費かかっちゃうんだよねとか、例えば実質無償化で、何十万か親の負担があるんだよね、それに対してちょっと心を痛めて進路を変えるとかっていうことがないように、私たちは無償化を進めたいと思ってますし、子ども側の目線であったり、しんどい思いをした人の目線というものを政治の中にしっかりと取り込んで、われわれは政治を進めていかなきゃいけない時代になってるんじゃ ないいいですすかととうことを思っていますそして私は常に、あの今回わた、わ々日本維新の会が、えー、と政治改革についていろいろ議論をしているときもあの、女性の政治衆議院議員、すごい非常に少ないですけれども、なぜ参加できないかといったときに、選挙制度の改革って必須ですよねということも言わせていただいております。政治活動というものが本当に今本当に今まで多様にね 権利として認められたパーティーが裏金作りになっちゃったから、なんとなくちょっとみたいな、これはパーティーが本当に悪いのかっていう議論からしなきゃいけないと思いますけれども、こう女性側が、女性が普通に、私のように、独り親で普通に生きていた人が、衆議院議員になろうと思ったときに、本当にたくさんのハードルがあるんだ、だから選挙制度から変わらないと、政治家も増えないし。 あのこういった目線の持っている人たちも WPS 的な視点を持っている人たちも増えないんじゃないかなというふうにも思っているんですね。なので私は今回この政治と金ばっかりこのやっているこの予算委員会ですけれども、そういった政治のね。 あの価値観の変容の一つになる大きな機会になってほしいと思います。なので、これは、あの岸田総理にぜひ、これは変えるんだという強い思いを持って。政治の価値観から変えるような、そんな改革をしていただきたいなと思います。終わらせていただきます。ありがとうございました。答弁はよろしいですか。大丈夫です。これにて、堀場さんの質疑は終了いたしました。